ボピエルネズミ島、クルシュビツァ城。1655年8月12日のスケッチによる版画。ネズミ島の愛称で呼ばれる島には屋根がついている。ボピエルは9世紀ポーランドの伝説的な君主。ボピエル王、ボピエル公とも。ゴプ湖のほとりのクルシュビツァに住み、ポラン人とゴプラン人を統治した。年代記によると火星を行ったとされる。ボピエルの12人の叔父たちがボピエルを権力の座から引きずり下ろそうと図ったが、ドイツ出身の非の意見を入れたボピエルは、非戦を制し、縁に招いて、叔父たちを毒殺し、遺体をゴプ湖へ投げ込んだ。このボピエルの所業を見た民たちが暴動を起こした。これに驚いたボピエルと非は、湖のほとりの塔に逃げ込んだ。すると、殺された叔父たちの遺体から湧いたネズミの群れがその塔に、向けてなだれ込み、二人はネズミに生きながら食べられたという。ゴプ湖のほとりに古い塔があり、ネズミ塔という愛称が付けられている。しかしながらこの塔は、クルシュビツァ城の一部として、ボピエルの時代より、約500年下った1350年に建てられたもの。ありがとうございます。